どうも、翔平です。またアランウェイクの続きをやっていきたいと思います。前回はね、バッテリーがなくて、苦戦しましたけれども、今回はうまくそこら辺検討しつつやっていきたいなと思います。ちょっとね、あっち側に赤、黄色いライトがあって、黄色いね、目印があったんで、ちょっと探索してたところはちょっとカットします。長くなっちゃったんでね。で、森を抜けろというミッションなんですけれども、向こう側に行けって言ってますよね。よしよしよし。これ落ちたら多分五輪中だと思うので、夢の中でもちゃんと死ぬようになってるってことがいいですね。あ、今なんかいたよね。これ何これ。キラキラ光ってるよ。え？これ踏んだらダメなやつじゃないの？これ。ねえ。これ鹿の足引っかかるやつじゃないの？ちょっと やっぱダメなんじゃん。ダスティが言っていた罠だった。これ A ボタン連打しろって。動けなかった。そりゃ痛いよ。何それ。俺アイテムだと思ったよ。キラキラしてるから。おお、来たよ。やっぱ投げてくるよね、絶対。後ろをちょっと気をつけた方がいいかもしれないね、これね。大丈夫か。とりあえずこいつは石取りだったらそんなに怖くないんですけど。よし。で、リロード。音楽が消えたんで、これだけですよね。罠にはまってる間に来なくてよかった。これ何これ。あ、うわー、何これ。これ鹿とかね、クマとかが引っかかるやつだと思うんですけど。お、また罠ね。ダメージも光の中に入れば回復するっていうのがいいよね。で、それ引っかからないように。いきなり死んだんかと思ったよ、俺。ああ、こんなとこにもある。ちゃんと見やすくしてくれてんのね。え、なになに、なんか音しない？うぃーとか言って。ゾンビのゲームじゃないから。すごいな、ここ。罠だらけじゃん。ちょ、怖い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 。こういうとこで戦わないといけないっていうこと？多分。そういうことでしょうね。すごい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 。いっぱい仕掛けてあるよ。いい感じになってきたよ、雰囲気は。雰囲気的には。さあ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 。ホラー映画はね、私すごい大好きなんですけど、自分でこうやってプレイするとやっぱり怖さが変わりますよね。よし。バッテリーを見る。これ何これ。あ、リボルバーね。バッテリーは10個までしか持ってないんだね。オッケー。コーヒーポットとか、こういうとこね、探索してる、してないと、なんかあそこ光ってるよ、だいぶ。原稿とかね、取り忘れていつも行っちゃうんですけど。森を、あ、原稿あった。コーヒーポットはまあ、はっきり言ってどうでもいいっちゃどうでもいいんですけど、原稿を拾う。見てみます。ああ、でも未発見のもの4つある。法的手段も辞さないというエージェントの言葉に屈したわけでエーはジェントなとく、喧嘩してるってこサと？ラがウェイクを釈放したのは、彼にどことなく自分の父親と通じるものをあ感じさせ、あ、エージェントってあれか。彼があ自の分人の罪にね。危害を加えたとは思えなかった。だが、ハートマンに詰め寄ったサそラっのてのはおまわ残りさ忍んですでよね。小ぶりも無視できなかった。彼にどことなく自分の父親と通じるものを感じたせいかもしれない。ウェイクがサラの親父さんに似てるってこと？彼が自分の妻に危害を加えたとは思えなかった。まあ、サラさんが、そういうふうには感じてるってことですね。ハートマンに詰め寄った際の突然の激高ぶりも理解できない。まあ、無視できなかったっていうね。どういうことでしょう。ちょっとわからないんですけれども。まあ、続きってことでしょうけどね。進行方向は向こうか。あれ？今こっちから来たんじゃなかったっけ？もうすぐ迷子になっちゃうんですよ、私。本当ゲームの中では本当もう10数える前に多分迷子になります、いつも。あ、チェックポイント。だいぶ、これ、来た道。え？おわー、びっくりした。すませんか。とりあえず闇引っ張らって。よし、よし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 。おお、いた、まだいた。よし、よし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 。音楽が変わってる。オッケー、いいよ。
バッテリー回復するの待った方がいいよ多分ね。この闇のなんか力みたいのがすごいです。なんかうわーってこうなった時はモンスターがいっぱい出てくる。モンスターっていうかあのあれが、あ、なんかコントローラー揺れてる。なに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 、あー出てきた出てきた。後ろすごい怖いんだけど俺今。あまずいまずい、俺どうやって避けんだっけこれ、どうやって避けんだっけ。よし武器でリロード。よしオッケー。ちょっと待ってください、私ちょっと忘れちゃった避けるボタン申し訳ない。毎回毎回ね、歩行時の操作、武器を発射、ジャンプして移動、走る避けるね。オッケーオッケー、やっぱ LB ですね、ごめんなさい。これですね、それいけー。あんま す, あすぐ体力がもうそうだよね、そういうそう言ってたよね、そういえばすぐダメになっちゃいますね体力が。向こう側みたいですね、なんかすごい仰々しい感じになってますけど大丈夫ですか、大丈夫ですか。結構なになになに、いた、いや絶対2人、1人以上いると思うんだけど俺先に行かない方がいいと思うんだ、多分ここで処理して行った方がいいと思うんだ。音楽が変わったんでまたいないということですね。いた、自分の視界に入らないとやっぱりならないんですね。とりあえずこいつから、あれ跳ね返されてる、すごい強いですね。あ、いた、見えない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 、武器をリロード、避ける、ちょっともうこいつも消えたよね。よし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 、オッケー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 。ふぅ、ハードだからね、まあ序盤と、まだ序盤だと思うんですけど全然。これが起動ね、 A ボタン、よいしょよいしょよいしょ、オッケー、これで回復ですよね。リボルバーの弾薬を取る、ご丁寧にありがとうございます。よし、コーヒーポットいただいておきます。なんでコーヒーポットを集めるのかはよくわからないですけども、まあ夢の中なんでね、いろいろあるでしょうね。ウェイク、チェーンソーの音を聞く。その夜はまさに一難去ってまた一難だった。すで、うん、に体力は限界に達し、なるほど、フラッシュライトすら重く感じた。引き金を引くたび衝撃で腕が痛む、うん、それでもようやく森を抜けた、森を抜けた後の話。チェーンソーの音がまたボスですねこれ多分、違うのかな、チェーンソーを持ったまた人が出てくるっていうこと。ライフルね、いいね。ショットガンとかないのかな、まあそういう無双して楽しむねあれじゃないからしょうがないですよね。リボルバーにしとこう。よし、位置的には 向こうみたいですけどね。これはどう行けばいいんだ、こっちからかな、こっちからっぽいですね。よいしょ、発煙筒の使い方確か RB だった、さっき RB 押したら出ましたよね。見る、確かに墜落する音、あー、ついさっき聞こえたはずなのに、その機体はどう見ても数十年が経過していた。背筋に悪感が走った。さっき出ましたっけ、なんかあれちょっと忘れてましたね。あ、なんかまたマーク、おいや、なに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 、ええ何今のダメージ、なんですか今の、ちょっとちょっと怖いです、ちょ今のダメージなんですか。音楽が変わってないから多分これか、これだこれだ、多分これは使う必要ないですね多分。
この変な闇の液体にさ触れたからダメージ食らったってこと。なるほど。またそういうのビビらすない。よし、とりあえずこっち側に行けって言ってますね。どこ？マークがないですよ。でもね、ないですよね。あれ？暗い、暗いぞ。本当にこっちでいいのか？なんだこれ。本当にこっちでいいのか？ちょっと黄色いやつ探してると思って時間かかるんだな、これがまた。これがまた。ちょっと、ちょっともうちょっと探します。飛行機の中にあるってわけではないのかな。またビビらす前、ビビらすない。ちょっと何言ってんだか分かんなくなってきた。よいしょ。何、おお、これ大丈夫なの、これ。大丈夫なんですかこれ。あそこにもなんか闇のあれがあるよ。よし。あ、あった。いた。ダメージ食らうんだ。こっちに行けって言ってる。どういうこと？ここ？なんか声がしますよ。コヒューって言って。あ、上に行けって。あ、なるほど。え、どうすんのこれ。え、どうするんですかこれ。あ、ここから。あ、なるほど。よいしょ。なるほど、なるほど。それでどうすんのこれ。あ、ここに、あ、ここにありましたね。よしよし。発煙筒、発煙筒。よし。安全確認。よし。でもう見るものなしですね、ここには多分。あ、やばい、やっちゃったかなこれ。危ない危ない。なんか女性のね、息遣いの音が聞こえるんですよね。コヒューとか言って。これは何なんだろう。まあいいや。でどこに行けって。向こう側ですか。な、何ですか、何ですか。コロ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 。ちょっとチェックポイント、ちょっと口数が少なくなりますな。またフィーンとか出てくるんでしょどうせ。I always、 ここだけ英語なのね。ちょっとちょっと、発煙筒、発煙筒タイム。ちょっとこういうシーンでは使っていかないとね。とりあえず一人でも人数を減らす。もう一人いたような気がするんだけどな。あ、いた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 。危ない。あ、まだ解除されてなかった。よし、オッケー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 。ヘッドショットとか決められないの。発煙筒5個あるから、あ、6個あるから使っていかないとライトの電池がなくなっちゃいますよね。うわ、マジか、マジかマジかマジか。また発煙筒。とりあえずこっちの人。よしよし、引いたねあの人。よし。あ、また。あ、この人も、この人も終わったってこと。よし。ちょっとこれ以上連続で続くとやばいな。リボルバーの弾がなくなった。まずいんじゃないのかこれ。大丈夫か。あと3発しかないぞ。これ逃げるとかいう選択肢はないんですかこれ。ないみたいですね、多分。なくなったら死ねっていうこと？多分。リボルバーの弾薬を取る。ライフルの弾を取る。よし。いやー、ちょっと不安もいいとこですね、この弾の数は。抜ける位置としては向こうですね。
よし。うわー、また絶対出てくるよ、これ。バッテリーも少ないですし、足場悪いとこ嫌ですね。足場っていうか、視界が悪いところ。物陰からひょっこり出てこられると全然どうしたもんか。そのために発煙筒をたくさんくれたんじゃないかと思うんですけど、複数戦闘がいっぱい来るっていうね。おら、来た。とりあえずそっちの、まずいな、これ多分使っちゃおう。引いた。もったいない、もったいない、もったいない。見えないんですよね。よし、あの人も。まずい、まずい、まずい、まずい。絶対バッテリーやばい。よし、よし、避ける。はいはいはい。で、照らす。あーあああ、避ける。危ない危ない危ない。あんた危ないって言ったじゃん。やめなさい。もう弾がないよ、もう。やめてよ、もう。よし、はい、次。弾がない、バッテリーもない。もう発煙筒だけが頼りというね。発煙筒だけが頼り。大丈夫なのか、これで。もうこれあと5発しかないってこと？それとも5発余計に持ってるってことですか、これ。いや、5発しかないんだろうね、多分。弾切れだって。探せばあるんですかね。ちょっと命に関わる問題なんで、もうちょっと探したいところではありますけど。よいしょ。なんかないの、救世主となるアイテムは。そっちに行けなさそう。しょうがないでんな。またチェックポイントでなんとかなるでしょう、多分。そう なってほしい。ここは何、森を抜けたんじゃないの、これ。製粉所でいいのかな。製粉所の最上階へ行く。ちょっと武器が欲しいな、僕。ちょっと金銭。ちょ、待って待って、待ちたまえ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 。なんだっつんだよ、ビビらす。なになに。ここ行けないってことなのね。ここ行けないってことだよね、多分ね、これは。それとも、それともなんか行っていいことあんのかな。崩れながら行くっていう感じ。絶対ダメだと思うんだ、多分。あ、でもそっち側に行けるそうですね。走って行ってみますか。よいしょ。走れ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 。それジャンプ。いて。なんかアイテムねえのかよ、頑張ったのに。大丈夫なのか。めっちゃ怖いぞ、ここ。失礼しまーす。失礼しまーす。なんかあります、そこに。よし。地雷みたいなの置いときがあって。リボルバーの弾薬。オッケー。よし。ふぅ。来てよかった。さあ。次は？あ、また置いてある。これは何なんですか？消えた。製粉所って古い建物ですね、もうね、また。 OK。 ふむ。別に特に調べるものはないようですね。ないようですねって決めつけてますけど。多分あるんでしょうね、私の予想では。向こう側のルート行ってないですもんね。こっち側のルートでは特にないようだ。あ、原稿を拾う。何？原稿拾いに来るだけっていうところ、ここ。まさかの保安官代理伐採場にて。伐採場ってもう来たんじゃない、行ったんじゃないの。崖下に転落した事務所を見てきた。あ、ソントン保安官代理。あ、興奮気味に。あの人じゃないです、女性の人じゃないですね。中は無人でした。異常ですよね、これは。絶対変だ、ね、絶対変だ。また始まった、始まった。マリガン。マリガンって誰？だから事件なんだろうが、問題はこれがどういう種類の異常なのか。なるほど。ふむ。
小説の方が時間をちょっと先に行ってるっていうことなんですね。よし、あ、最上階に行けって言ってたもんね。蹴る。ああ、なるほど、そういう仕掛けなのね。これジャンプしていけって。よいしょ、あ、よいしょ、また原稿。原稿がある場所ってモンスター出てこないよね。ビジターセンターの惨劇を目の当たりにし、ビジターセンター、あー、バリーね。アランが撃った相手はただの田舎者連中ではなかったのだ、うん、突然世界が変わってしまった。ホームドラマのつもりで見ていた、実はホラーだったように。そんなことあるかね。キャビンで無数の鳥が舞い始めた時、バリーを襲ったのは驚きよりも純粋な恐怖だった。純粋な恐怖、鳥が苦手ってこと？そういうことじゃない、そういうことじゃないか。この音がまた嫌ですね。もうバッテリーもないよ、ないです。あ、コーヒーポット、コーヒーポットより玉だよ、玉。玉がないのよ、玉が。最上階へ行くって、あ、なんかある、発煙筒を取る。よし、いただいていこう。ボス戦では結構強力なんでね、バンバン使っていきますけど、だいぶまたなんか黒い物体がありますな。なんか崩れてるよ、大丈夫？なんか上にあるって話？だいぶそう。よし、とりあえずそれ壊して。なんかないんですか？最上階来たよ。まだ続きあるってこと？あ、まだ上にあんだ。さっき何が崩れたん？特に何も崩れてない。そしてこの不気味な音、音すごいですね。なんか臨場感ありますね。何？ The darkness、 なんだって？ The darkness wears her face、 闇が彼女の顔をまとっている。なんだ、また敵か。これボスじゃないよね、ぽいよ。ちょっと複数で戦いたくないんで、こっち側に行った。俺避けたよ、避けるボタン効かないんだ。あー、聞いた聞いた。ビビらすな。ほらほら、え、強い、引いたぞ。よし、落ちてった。ちょっと弾がないんです、バッテリーもないんですよ。こんな一匹に発煙筒使っちゃっていいのこれ。その闇をなんとかするバッテリーをいただけると助かるんですけどね。えちょっとバッテリーなんとか並びません？あ、この部屋の中になんかありそう。ライフル、ライフルね、ライフルもいいですけど、バッテリーないと戦えないんですよね。まあ無駄弾撃ちすぎって話に絶対なってくると思うんですけど、ここにも何もない。ふむ、じゃあまたここから行くのかな、これ。よいしょ、もうあっという間に時間が過ぎていきますね。あ、発煙筒、バッテリーの時間じゃないこれ。よいしょ、ちょっとカットカットしていかないと、これはだれるのかな。だれそう。おちょっと待って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 、ビビらすな、ビビらすな。こっち側見てないよ俺。なんか霧が濃いけど、なんかないの？バッテリーとかないの？もうバッテリーあったからあるわけないか。よし、来た。ちょっと寄せて、そいつも。よいしょ、ほら、早く。よしよし、え、リボルバーかい？あ、リボルじゃない、シングルショットかい、このライフルは。ほら、え、開いたー、やめてーよ。
ちょっと、なんなのこの、このアホは。ちょっと強すぎるから。新しい攻撃方法ですな。ちょっと死ぬかもしれん。ちょっと、こいつ、闇切れたの？タフだな、随分。何発撃たなきゃいけないんだよ、もう。どうしよう。もうなくなったよ。バッテリーが、ここで手に入れたバッテリーなくなったんですけど、どうすればいいですか？ちょっと、時間も時間ですんで、ここで一回切りますね。申し訳ない。ということで、また次の動画でお会いしましょう。失礼します。